クイントスカエキリウスメテルスクレティクスは、プレブス出身の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前69年に、執政官を務めた。クレティクスのアグノーメンは、クレタ島を平定したことに由来する。カエキリウスメテルス家ケケイズカエキリウス氏族はプレブスで、あるが、中でもカエキリウスメテルスケは、ノビレスの一員として、オプティマテスの中でも有力な一族であった。 紀元前2世紀以降は、ローマの政治に莫大な影響力を与え続けた。メテルスという古グノーは、おそらく、傭兵を意味する。詩人、グナエウス・ナエビウスに関連したことわざで、ローマの執政官になるのは、メテッス家の宿命であるというものもあるほどで、クレティクスの兄弟、塔、祖父、三人のおじ、祖祖父、さらには、祖祖父も執政官を務めていた。 クイントスカエキリウスメテルスマケドニクスはクレディクスの祖父である。紀元前148年に法務官となり、マケドニアに渡ってマケドニア王を戦勝したアンドリスコスに勝利し、マケドニア属州を成立させている。その頃まで外戦式を実施するとともにマケドニクスのアグノーメンを得た。マケドニクスは紀元前143年には失聖官。 紀元前131年には観察官となっている。マケドニクスはオプティマテスの有力者としてグラックス兄弟の求心的な改革に反対した。マケドニクスには4人の息子がいたが全員が失政官となっている。クレディクスの父がユスカエキリウスメテルスカプラリウスはマケドニクスの末の息子である。紀元前133年にはスキピオアエミリアヌスの下で、 ヌマンティア戦争を戦った。カプラリウスは、紀元前117年に法務官、紀元前113年に失政官となり、翌年には全失政官としてトラキアで勝利した。紀元前111年には外戦式を実施している。紀元前102年には観察官を務めた。クレディクスには二人の兄弟がおり、ルキウスカエキリウスメテルスは、 紀元前71年に法務官、紀元前70年には仕切り屋族州総督を務め、紀元前68年には失政官となったが、任期中に死亡した。もう一人のマルクス・カエキリウス・メテルスは、紀元前69年に法務官を務めている。クレディクスの女兄弟であるカエキリア・メッテラは、紀元前73年から紀元前71年まで、 シキリア族周総督として、悪性を行ったガイウス・ウェッレスの妻である。クレディクスの娘もカエキリア・メッテラという名前であるが、著名な第一回三党政治家の一人である、マルクス・リキニウス・クラッススの息子マルクスと結婚した。カエキリアの霊病は、今もアッピア街道沿いに残っている。クレディクスの息子クイントスは、五民間を務めた。 東ローマ帝国の文人皇帝コンスタンティノス7世によれば、クレタ島は、ポントス王ミトリダテス6世を支援して、傭兵を提供していた。当時ローマは、ミトリダテスと戦っており、苦戦を強いられていた。クレタ人は、地中海を荒らしていた海賊を支援し、さらには同盟していた。当時の地中海で、海賊は恐怖の対象であった。航行する船には脱出される恐れがあり、 ローマへの穀物輸送に支障をきたしていた。さらには、港も海賊の襲撃を受ける状況にあった。マルクス・アントニウス・クレティクスは、クレタ島に施設を送り、ミトリダテスと海賊への支援を止めるよう要求した。しかしクレタはこれを拒否、戦争となった。講和の条件は、クレタの司令官であった、ラステンスの降伏、クレタ島に抑留されている全ローマ人の解放、 全海賊船の引き渡し、人質300人の教室、及び温泉タレントの銀の提出であった。クレタはこの条件を拒否した。クレティクスは、紀元前69年の執政官であったが、執政官任期中に全執政官として、クレタに赴くように依頼された。同僚執政官のクイントゥスホルテンシウスホラティウスは、これを拒否していた。クレティクスは、 クレタのいくつかの都市を占領し大きな成功を収めたが、クレタは紀元前67年にグナエウス・ポンペイウスに仲裁を依頼した。同年にポンペイウスは、古民間アウルス・ガビニウスが立案したガビニウス法によって、海賊討伐の総司令官となり、地中海の海賊を平定していた。クレタはポンペイウスがより寛大な条件で降伏を受け入れることを期待していた。 クレタでの軍事指揮権はクレティクスにあったが、ポンペイウスはこれを無視して、クレタの降伏を受け入れた。ポンペイウスはクレティクスに彼の軍団と共にクレタを離れるように命令したが、クレティクスは戦闘継続に執着した。結局、クレティクスはクレタ島を征服し、ローマの属州とした。クレティクスがポンペイウスの命令に従わなかったため、彼と彼の支持者たちは、 長い間クレティクスの外旋式実施を認めなかった。紀元前62年にようやく外旋式を実施するとともに、クレティクスのアグノー面を得ている。外旋式実施を妨害したことに対する報復として、クレティクスは、ポンペウスの東部での領土再編法案を元老院が批准することを紀元前60年まで拒んだ。クレティクスは、紀元前50年代後半に没するまで、 ハンポンペイウス派の重鎮として活動した。キケロのアッティクスへの手紙によれば、紀元前60年にクレティクスはガリアの部族がハエルイ族との同盟に加わるのを阻止するために特使として派遣されている。紀元前70年後半に行われたキケロのウェッレス弾劾演説では、キケロはシキリア族州住民の原告側弁護士となり、属州総督ガイウスウェッレスを 強奪心理裁判所に起訴した。ウェッデスは、紀元前73年から紀元前71年にかけて、総督を務めたが、倫理的に腐敗し、賄賂を受け取っていただけでなく、4000万、セステルティウス総統の金品を盗んだと、シキリア住民に告発されていた。彼らはまた、ウェッデスが正式な裁判なしに、ローマ市民を死刑にしたことが、ローマの法に触れると訴えていた。 ケルティクスとクイントゥス・ホルテンシウス・ホラティウスは、翌年の執政官選挙に当選していたが、両者ともに、ウェルレスと親しく、彼を支援することとした。ホラティウスは、被告側弁護人となり、クレティクスの兄弟のマルクスが、強奪心理裁判所の翌年の裁判長であった。被告側は、裁判の開始を翌年まで延期し、クレティクス、ホラティウス、 マルクスの影響力を判決に利用しようとした。このため、キケロは、クレティクスを、義務と権威を投げ出したとして、たとえウェッレスの悪性と直接的な関係はないにせよ、腐敗していると非難した。キケロは、クレティクスが失政官選挙に勝ったのは、自分自身の能力のためでなく、ウェッレスの賄賂によるものであると二度にわたって示唆し、さらに、クレティクスを、反。 ウェッデスに転向させようとして、ウェッデス自身がそう言っていると述べている。キケロは、紀元前63年に、失政官となり、カティ・ディナの謀反に対する裁判で、カティ・ディナの支持者たちを死刑としたが、これが法律違反であるとして、紀元前58年に、ローマを追放されていた。その後追放は解かれたが、期間後の元老院での演説で、クレディクスの親戚である。 クイントスカエキリウスメテルスケレルの援助を得たことを述べている。キケロはケレルが真に鬼人であり、自然に優れた気質を持っているとしている。以前は性的であったにもかかわらず、キケロはメテルスケを模範的な市民であると称えている。ありがとうございます。